里崎チャンネル。よっ。こんにちは。佐藤さん、なんか今日すごい夏ですね。そうですね。はい。夏が来る。夏って言ったら何ですか、歌。僕はもうなんか大黒摩季さんの夏が来るかなって、夏が来るが夏歌、夏歌、やっぱ夏といえば長い長い下り坂を、これ夏メロ。いや、夏メロでもいいですよ。夏って、だって夏が来るだって夏メロだから。夏って言ったらもう自分の中で流れる一番の BGM っていうことです。いや、なんか小学生の頃に必ずキャンプに学校で行くんですよ、はい、そのキャンプファイヤーとかで必ずこの今の私、ゆずの曲なんでしたっけ、名前。夏色。あ、夏色、そう、夏色。これ、歌うんですよ。それが。それがポンって出てきます。皆さん、なんですかね。花火。え、花火、君。あー、それも絶対かかりますよね、はい。僕もラジオやってますけど、絶対夏になったら、この、なんとかベリーですよね。ホワイトベリーが。うん、はい、絶対かかりますよね、はい。それとかあれですよね。ゾーンの。君と夏の終わりだ、そうだ。もう絶対かかりますよね。はい、あれも、もう、歌やったら。あー、懐かしいな。10年後のっちってね、はい、みんなまた全員じゃないけど結成してね、あそれ、あとやっぱチューブですか。あー、夏休みですか。そうですね、夏チューブみたいなね。はい、あ、いいですね。でもなんか最近じゃないですね、全部。そうっすね、全部十何年前ですね。うん、最近だったらもう夏メロじゃないからね。夏って夏のメロディーってことですよね。夏メロって夏のメロディーじゃないよね。え、懐かしいメロディーだよ、夏メロって。夏メロは夏の歌じゃない。夏メロって懐かしいメロディーだから、要は懐かしいソングが夏メロだよ。あ、そういうことなんですか。私、夏のメロディーかと思ってました。ああ、それやっちゃったね。あ、そうなんだ。ああ、電波に乗って全世界に。やばい、よかったね。そのアナウンサーとしての夏メロを紹介しなくて。あの、音楽番組やってなかったんで。だって、それでは夏メロをお送りしましょうって言って、ニューシングルの夏の歌、なんとかかんとかで、AKB48 で、なんとかっつって、あの電話は、夏メロちゃうやないか、新曲やのにな、新曲やろっつって、であの、SNS 上で、秘宝、袴田アナウンサー、夏の歌を夏メロと言ってしまうっつって。書かれる。いや、でもコメント欄にアナウンサーなんだからとかもやめてください、でも。アナウンサーだってね、あの資格とかないですから。でも自称ではないですよね。自称ではないですよね。まあ、あの一応局に入ってますね。やっちゃったね。勝った。絶対しないですよ。こんな面白いとこカットするわけないじゃないですか。静岡のお父さんお母さん、元気に育ってます。今日なんです。あ、そうだ、はい、今日はこんなトーンの話じゃないですよ。今日はこんな、はい、今日はですね、はい、僕がプロ野球人生の中で最高のかけられた言葉っていうのを紹介したいと思います、はい、あ、ちょっとこれ感動トーンですか。そうです。ごめんなさい、こういうの笑っちゃって。ちょっとあのそういうテンションじゃないんですよ、今日は。もう今のテンション切り替えるんで、私も、はい、このまあこの言葉をかけられたことによって、はい、すごいなんか救われたなっていうか、うん、いや頑張ろうって思えたなっていうか、はい、なんか感動したなっていうか、なんかその人の偉大さとか懐の広さっていうのがすごい感じられたなっていうところで、はい、まあ多分皆さんにもあると思うんですよ。学校の先生だったりとか、うん、友達だったりとか、はい、上司だったりとか、うん、同僚だったりとか、その家族だったりとかに、うん、そのあの時ああやって言われたことが今もすごい大事にしてる言葉だったりとか、はい、あの一言のおかげであの頑張れたとか、うん、もしくは死ななくてもよかったとか、うん、あのすごいあの成功に導けてたパワーワードだったっていうのとかね、はい、あると思うんですけど、うん、それを今日ちょっとね、はい、あの紹介したいと思います、はい、いやもうなんか紹介してないのに佐藤さんの目が潤んでるっていう。あとそれを見てちょっともう潤みそうになるっていう。そうですね、まずだから一番最初はね、はいはい、これはあのソフトバンクの甲斐拓也選手と の、 そのゲストでね、22万人記念でゲストにね行って宮崎に行った時に話した時もあの話したんですけど、だからあれ何年だったかな、2002年です。高畑さんっていうあのコーチがいて、あの本当にいろんなところでコーチやってるんですけど、ヤクルトとかダイエーとかドラゴンとかね、オリックスもされてるんですけど、高畑さんっていう名将があの今あの亡くなられてるんです。はい、ったんですけど、その後高校の先生になったりして、その人がいて、その時まだ僕バリバリ2軍だから、うん、2002年だったらもうほぼ2軍ですね、うん、
2003年の途中から1軍に出始めたんで、はい、でその時に2軍のところで高畑さんに言われたのが、佐藤と、うん、プロ野球はロッテだけじゃないぞと、はい、11球団他、うん、いっぱいあるんやから、あのお前、俺はお前は絶対この先伸びると思うし、絶対体制できると思うから、このここでは腐るなと、ね、ロッテでは今2軍で使われないかも分かんないけど、あのこの2軍ででも真剣に野球と向き合って必死でやってたら、他の11球団は絶対見てくれてるから、チャンスが絶対そこで生まれるから、腐らないで必死でやれと、野球はなロッテだけじゃないぞってめっちゃ言われて、はい、だからそのやっぱりね、これ仕事してる人とかも思うんですけど、やっぱその野球だったら2軍ですね、もしくはベンチですね、はい、だからもし仕事だったら自分のやりたい部署じゃないとか、うん、もしくはそのやりたかった部署でもやりたいことやらせてくれないとかっていう、そのとこの人とかもいると思うんですよ、はい、その時に評価してくれてる人がいるって分かると、って、いや、なんか安心しないですか、すごい嬉しいですよね。あ、俺評価されてないのかと思ってたけど、だから2軍にいたら評価されてないと思うじゃんね、思います、が必死で頑張ってるけど評価されてないと思ってたけど、こんな名将の人が俺評価してくれてんねやと思うと、すっごいやる気になったし、頑張ろうってまた思えたことによって2003年から1軍に行けたんですよね、はい、だからその時のそのなんかこう、だって98年ドラフトが99、2000、12で4年目だから、はい、大卒の4年目ってもう引退っていうか首、はい、まっしぐらだから、はい、だって22だから3から3、4、5、6、26ですからね、だって大卒だと3年ぐらいでね、もう出ていかれる方結構いますもんね、そのことだったら、だって同じポジションの同級生の橋本佑とか、はい、慎吾さんとサンデー慎吾とかって言ったら、2000年か2001年か忘れちゃったけど、はい、1軍で頑張ったりとか、うん、他のね、あの選手とかも入ってくるし、はい、っていうところで、おいおいおいってなってるじゃんね、うん、ってなってる時に、あ、評価してくれてる人がいるんやっていうのは、うん、すごいまあ心強かったっていうか、まあ、ありがたかったなって思うんですよね、はい、うん、で次が、はい、福浦さんですね。おー、あの福浦さんはそんな時にそんな言葉かけられたのは人生で初めてっていう、多分それ以前もなかったし、それ以降もなかったけど、はい、でこれからはその時以降は僕もその言葉を使おうと思って使ってるんだけど、はい、あのにあ、まあ、仲良くさせてもらってて、まあ、福浦さんちに泊まりに行ったこともあるし、一緒にオホコルー行ったりとか、はい、ロアのコンサートに一緒に行ったりとか、はい、食事に連れて行ってもらったりとか、あの結構一緒にいる時間が長かった時に、その2004年に、うん、あの半月板の手術することになって、はい、膝曲がれへんのに福浦さんの肩に捕まえながら横浜アリーナのライブに行くみたいな、へー、あので次の日病院行って、そのまま 2,3 日後にも手術が決まったんだけど、その時に普通ね、はい、怪我して手術するとか離脱するってなった場合、じゃあもし同じ選手とかもし関係者だったら、はい、じゃあ大体まあ 99% の人がかける言葉ってないと思います、手術これからするんですよね、うん、で一軍でいたのに抹消されて、はい、まあ、リハビリが始まるわけですよね、うん、まあまあ、ゆっくりな、まあ、ゆっくりなんせ、まあ、気にするな、頑張れみたいな、まあ大体そうですよね、そんな 99% の人が、はい、まあ、まずはじっくり直してこいよとか、まあ、ここから大変やと思うけど頑張れよとか、はい、っていうのが、まあ、ほぼ 99%、まあ、大体そうでしょうね、そうじゃないですか、はい、福浦さんが、はい、佐藤、待ってるからな、あ、待ってるからなんですよ、はい、だから要は、うん、一軍に帰ってくるのを待ってるってことですよ、うんうんうん、多くの人が頑張れよとかなのに、はい、待ってるからなって、はい、あ、俺の居場所あるんやって思うよね、あー、なるほど、だって要はそこはもう居場所がなくなるかもしれん、だって2003年に一軍に定着できるようになって、はい、でボビーが来て2004年よしレギュラー取りやっていう4月のもう頭か中頃ぐらいに手術になったから、うんうん、怪我からの復活の仕方でに乗ってますから、そこ見てください、はい、うん、それちょっと何でか分かんないんですけど、ちょっとしか回ってないんでちょっともうちょっとぜひ皆さんこういい話してるんでちょっと皆さん見てもらいたいんですよ、はい、でこれでってなって、うん、ってなった時に、あ、戻ってくるの待っててくれる人いるんやってすごくないですか、うん、いや、それすごい嬉しいですね、こっちはもう気持ちとしてはもう不安でしかないじゃないですか、戻れる場所もう誰かがいるかもしれないしっていう、うんうん、でも待っててくれるってその言葉は最高に嬉しいですね、しかもそんなことかけられたこと、うん、それ以前もそれ以降もないんですよ、はい、何かあった時大体頑張ってね、うん、
頑張れよとか、うん、大変やなとか、はい、大体そんなことです、うん、ほぼ 100%、はい、多分見てる人も声かけるとき頑張ってねが大体ですよ、うん、大変だろうけど頑張ってねとか腐るなよとか、うん、大体それしか言えないです、うん、待ってるからなんですよ、うん、やばいっしょ。いや嬉しいですね。だからうん、だからもう1ヶ月後復帰っす。その動画の頑張りはここにあります。その言葉をかけかけてのこれです、はい、でもだからそれからはなんか怪我して肉落ちとかするときに、うん、待ってるからなっていうように声かけるようにしていったんです。ああ後輩に、うん、はい、そうで嬉しいでしょうね後輩に。だそれは大きかったですね、うん、その かける言葉っていうのにも対しても勉強になったし、はい、嬉しかったなと思うし、やっぱ嬉しかったなって思うことは、うん、その次にそういうことになったとか、うん、そういうこと僕と携わり合った人にはそういうふうな僕が良かったなって思うことはかけていってあげたいなと思って、そこからはそれを丸パクリするようになったんですけど、あのそれをふくろさんも言われた経験があってのそれなのか、もしくは自然にそれなのか、自然にそれだったらもう天才ですね。でもその言葉ってもしかしたらまあ自然出てきてるかもしれないですけど、うんうん、本当に多分佐藤さんのことを信頼してたりとか待ってるって思う気持ちがあるから出た言葉なんじゃないかなってなんとなく思います。でもそれでもそれ出ます、待ってるからな、生きてて出ます。でもそういうボキャブラリーなくないですか、頭の待ってるからなって同僚に言えます。まあ、もうそういうシチュエーション味わったことがあんまりないので分かんないですけど、でもそういうお人柄なんでしょうね。だからね、素敵な方ですよね。まあ、僕みたいに言われてだったら、うん、まあ、まだ分かるんですけど、うん、はい、それがあれだったら、うん、もうやばいですね、人として。いや、でもやっぱ俺ついて行った人間違ってなかったなと思って、うん、私思うんですよ、本当に佐藤さんってあんまり人に執着あんまりとか全くしないじゃないですか。まあまあね、秀吉です。はい、だけどやっぱりなんか尊敬してる人のことを喋るときもう多分名前が結構決まってるんですよ、うんうん、だ本当にすごい人なんだなって思うんですよね、うんうん、まあ、福浦さんその一人ですね。そうですね、うん、で、まあそれに習っていうと次、はい、山中さんですね。はい、これもね何度も出てくる名前です。そうさ、本当に山中さん、はい、これはね一番ねグッと来て泣きそうになったのは、はい、こう引退する時なんですけど、はい、引退する時でやっぱりそのメディアに出る前にやっぱその引退することを直接伝えなきゃいけない人っているじゃないですか、はい、うん、お世話になった人とかにはそのメディアから知ってもらうっていうよりも自分で連絡してもう引退することにしましたっていうのを伝えなきゃいけない人が絶対いるんですよね、はい、でじゃあですよ、こっから思うんです、はい、引退するって言われた時に、はい、大体どうやって9割の人が同じ答えなんですけど、はい、じゃあ引退高尾さんもこうちょっと引退することにもうあの しましたって言った時に、はい、なんて声かけます。まあもちろん人にもよりますよ、うん、どういう人から言われたかにもよるんですけど、まあまだでもいけるんちゃうかっていう感じだと、え、いや、え、引退しちゃうのみたいな人ですだったら、あ、そういう人だと、あ、引退しちゃ、あ、え、引退するのみたいな感じの人から引退するわって言われたんです。もう本当に引退 しちゃうのかっていうのはですよね、大体そう思うじゃないですか。まあ、問いかけちゃうと思います。え、まだいけるやろって言わないですか。だってまだあのただファンの人もそうですけど、その時まだいけるやろっていう声も、うん、SNS 上とかその世論的にも多かったんで、はい、だからその多分その恩師の人とかね、うん、そういう関係者の人たちもほぼ9割っていうか2人だけですかね、まあ、山中さんと、まあ、金森さんですかね、はい、はだけはお疲れさんって言ったんですよ、はい、まあ、今までよく頑張ったなみたいな、うんうん、だからそのまだできるやろってずっと言われてきたから、はい、それ説明ばっかりしてて、はい、いきなり言ってお疲れさんって言われた時にもうなんか泣きそうになったっすね。へえ、そうか、だからその佐藤さんに対してお疲れ様が出る方って、まあ、佐藤さんのその経緯とかいろいろ分かってくださってるからってことですね。でもう一気に角の荷が下りたっすね。はあ、で次がですね、はい、まあ、最後にこの人を残しておくために、はい、ボビーですね、じゃあ、はい、ボビー・バレンタイン、はい、ボビーの僕すごいなと思ってたところはあの僕だからボビーの時に手術してるんですけど、うん、その膝の、はい、手術してる、そう、手術する前と、うん、手術終わった後病院来るんですよ、はい、どれぐらいで復帰できるかの目安をドクターに聞いて、うん、で帰っていって、はい、でまあ、試合もあってね、はい、で手術しました、うん、で次の日来てドクターに手術した結果手術前と何か方針は変わったかって言って、はい、を直接聞きに来るんですよ。すごい、そんなことしてくれる監督
それより以前もそれよりはもう見たことないんですよ。いや、そんなにしてくれるんですか。でもちろんね、そのロッテがその時千葉にいたっていうのもあって来てくれたと思いますよ、はい、僕は千葉の船橋政権で手術したんで、これがもしね、はい、札幌とか福岡とか大阪とかに、うん、あの遠征してたら、うん、多分それはその多分来てくれてたら来てくれてたでしょうけど、はい、手術後すぐに来れるタイミングじゃなかったかもわかんないですけど、うんうん、でもそれでも間空けてでもその病院に術前術後に来てくれた人見たことないんですよ、はい、今まで経験上、はい、僕4回も手術してる、はいはい、でその手術し終わってリハビリして、うん、その復帰戦になった時の第一試合、初めての試合ですよ、はい、ボビー浦和に見に来てたんですよ。へー、その復帰戦、へー、そのまあもちろん千葉にいたとかね、はい、もしあのさ西武ドームで、うん、その関東にいたっていうのもあって来れたのかもわかんないですけど、うん、来てたんですよ。いやでもわざわざその状態見に来てるわけですよね。そうそうそう、お昼の試合にね、うん、ナイターあるのにもかかわらずですよ、うん、そりゃボビーのために頑張りますってなるでしょ。いや、なりますよなり、いや、そんだけ大事にしてくれる人が一人でもいるってすごいことですよね、うん、だからボビーの場合は言葉でなんとかっていうよりも、うん、その行動で示してくれるのが、うんうん、もうそれはついていきますってなるんですよ。いや、いきますね。だってやっぱり人間はね、うん、調子のいい時に寄ってくる人よりも、うん、どん底の時にそばに寄り添ってくれる人を大事に思うじゃないですか、うん、はい、だから僕らで言うとその手術ですね、うん、一軍にいて手術してそこからリハビリならどうなるか分からへんっていうね、うんうん、まあ、あのこの動画ですけど、はい、もう一度の時に、うん、その一番の長の監督がそうやって心配して節目節目で来てくれるっていうのは、うん、はい、めっちゃこうなんかありがたいっていうか心強いですよね。そうですね、この人のためになんとか頑張ってっていうね、うんうん、だからあれは本当に嬉しかったですね。だから僕ももしねそういう立場になったら、うん、全員にね1軍から2軍の全員の選手までできるかっていうと、まあやってあげたいですけど、そこまで絶対やりできるっていう保証はないんで言い切れないですけど、うん、少なくても1軍にいる選手とか、うん、1軍にいなきゃいけない選手、もしくは1軍半ぐらいの選手までにはそういったことをできる範囲でやってあげたいなって思うんですよ、なったらね、はい、自分がされて嬉しかったんで。だからボビーもね、この前誕生日で70歳かなんかなったのかな、はい、でメール送ったらメールの返信来ました。お、英語でですか。日本語に変換されてされてくれる日本語で僕もだから日本語で送ってますもん。あ、そうなんですか。日本語で送っても大丈夫だから、へえー、だからそういうのがやっぱ嬉しかったですね、うん、そうですね、ボビーもね、うん、そういうなんかやっててくれるんやとか、はい、でじゃあ最後最後、はい、王さんですね。へー、王さんの一番嬉しかったっていうか、はい、一番その心強かったのは、うん、まあ、WBC ね、王さんとは僕 WBC で2006年の WBC でしか一緒になってないんですけど、はい、行った時に WBC 日の丸つけてね、はい、だってもうピッチャー松坂上原さんとか、うん、メジャーリーグ大塚さんいて、うん、あの小笠原さん、岩村、松永さんいて、イチローさんいて、福留いてみたいな、すごいメンバーですね。もうスーパースターしかいなくて、俺とかもう2005年にちょっと頑張ってポッと出なわけだって、2003年から1軍定着して2004年手術しながらも頑張って、はい、2005年、まあ、プレーオフのおかげでたまたま日本一になって、はい、ポッと出なわけで、ね、はい、もうスーパースターじゃないですか、うん、三冠王いてメジャーリーガーいてみたいな、はい、なった時に、うん、邪魔にならないように頑張ろうみたいな、はい、最初はね、うん、っていう時に王さん来てってこと、うん、もうこの大会は佐々木君に任せるから好きなようにやっていいから、へえ、マジでみたいな。で俺もバカだから、はい、好きなようにやっていいんや、よかったみたいな、うん、って思ったんだけど、はい、この話をいろんな人にすると、いや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 って、うん、それでよっしゃって思わんでしょみたいな。いや、重そうですよねなかなか思えないかもしれない。それで重荷が取れたっていうより、はい、普通それが重みになるやろみたいな、うん、好きなようにやっていいよっていう、そのなんか過度の負担とかプレッシャーとかかけないようにしてくれたんだと思うんですけど、それを声かけてくれる度量の、ね、器の広さ、うん、すごいですよね。もし僕が王さんの立場だったら、はい、言えるかって言った時に、うん、言えるかなと思うんですよね。まあそういう立場の選手に好きにやれとは、はいはい、いや言えたーっていうさすがに、うん、でもそれを人を見ててくれたの、だから人をもし見て言ってくれたんだったら、その人を見る目が王さんすごいですよね。ね、2014年引退した後に、はい、その福岡のクライマックスシリーズかなんかに解説があって行ったんですよね、はい、で行った時にその王さんでも2006年お世話にもなってるし、うん、その王さんはソフトバンクの監督、僕はロッテの選手としてパ・リーグの中で切磋琢磨して、まあ、頑張れたっていうのもあったんで、うん、最後にその引退の挨拶したいって王さんに言って、はい、でその前にも花が送られてきたんですよ、はい、家に、はい、そういやあの胡蝶蘭も、
でそれもその候補にロッテの候補に連絡来たらしいですね、王さんの関係する人から僕に花を送りたいから住所教えてほしいって、はい、で候補が電話かかってきて、でなんか佐藤なんかあの王さんのところからなんか佐藤に花を送りたいから住所教えてって来てるんだけどって言って、えだって、うん、まあいいけど引退試合の時でもそんなお手数だから、はい、引退試合の時でもいいんじゃないのって言ったら、うん、候補の人も、はい、いや俺もそうやって言ったんだけど、いやいやこんなのはもう1秒でも早く送らなきゃいけないから、はい、そんなんダメなんやって、はい、あの言ってるって言うから、ああそうなんやっつって住所を教えたら即来て、コチョランの花が、はい、バシーって見たこともないような、はい、あの書いて木の札で来たんです、はい、家に、うん、でそれでもすごいなと思ったんですよ。だってその2006年の1回のとこしか一緒になってないわけじゃないですか、はい、WBC のね、うんうん、見た時にそれなのにこんな送られ送って僕みたいなのに送ってくれるわけじゃないですか、僕がホークスの選手じゃなかったのにね、うん、え他の監督さんはどうしたんやろって思ったのね自分ともっと関わってたかも、関わった人たちいたのに、はいはい、その人たちはどうしたんやろって心の片隅では思ったんですけど、いや思っちゃいますよねそういうのが、はい、大橋さんが来て、はい、でそれもあってお礼に行こうと思って、うん、で行ったんですよ、うん、であのなんか部屋みたいにセッティングされて、はい、で王さんに来られて、うん、であのお花わざわざお花ありがとうございますって、うん、で王さんには2006年 WBC でご一緒させてもらって、うん、しかもその僕みたいなのね使ってもらうことができて、まあ僕の中では王さんと同じ誕生日やっていう昔子供の時からの勝手に親近感もあったりしながら、はい、でその一緒のチームで王さんと世界一になれたのは本当に僕の野球人生にとってもその誇りだし、あの本当に感謝してます。しかもその王さんソフトバンク、僕はロッテの選手としてその戦っていく中でやっぱり強敵ホークスっていうのがあったから、それをなんとか倒そうと思って頑張れて自分の能力も引き上げれたっていうのもあるんで、本当にあの王さんが率いたホークス、そして王さんと一緒に戦った WBC は僕の能力を引き上げてくれた、僕にとっては素晴らしい、まあ、あの敵でもあり、あの監督さんでもあったんで本当にありがとうございましたって言ったんですよ、はい、そしたら王さんが、まあ、君がねそのなんか僕のことをに感謝してくれるけども僕は君に逆に感謝してるぐらいなんやって言われたんですよ、うん、でちょっと泣きそうでなんかあの君はね、うん、そうやって僕にねこう感謝ね一緒に世界になってって言うけども、うんはい、僕は正直ねあのその日本代表のあの時の中ではイチロー君と松中と佐々木君のこの3人をまずレギュラーとして決めたんやって言って、はい、へーうわー涙出る、ね、で、うん、なった時にこんなこと言って申し訳ないんですけど僕はねってあんだけ頑張ると思わなかったんだって決めた、一番最初に決めたんだけど、うん、君は僕の予想をはるかに超える活躍をしてくれて僕を世界一の監督にしてくれた、僕が君に感謝してるぐらいなんやって、はい、王さん一生ついてきますって思いましたね。へなんかあれですね、なんか心も優しい、優しいじゃない、なんか器も大きいし、なんか言葉がすごく素敵な方ですね。ねえ、そんなことを言ってくれる人もいなかったし、はい、あのそりゃその野球界広いしところで、はい、王さんの、はい、その悪いこと言う人そりゃおらんなと思ったっす。聞いたことないですね。聞いたことないですもん、はい、でそんでそのね WBC のその期間だけの中だってなった時にそれを言うってことは思ってくれてるってことじゃないですか、はい、いやそれはすごいなんかあの今それ聞くまでよりも達成感あったですね、うん、でまあ心の中ではね、で僕そのさっき言ったように王さんと同じ誕生日だから、うん、王さんはその選手として世界のホームラン王だし、はい、世界の王って言われてるじゃないですか、うん、で僕は勝手に親近感あったんで、王さんは選手として世界の王だけど監督としても世界の王にさせてあげたいって勝手に思ってたんですよ。へー心の中では、はい、でそれで優勝して世界の王にさせてあげれたじゃないですか、うん、もう胴上げ真下で上げ倒すもんね真下に入ったんだ。真下に入ってで最後三振だったんで、はい、僕はウイニングボール持ってたんで、はい、そのウイニングボールを王さんに渡して、うん、そのまま真下に入って上げ倒すで、もうやった世界の王さんにさせてあげたみたいなっていうのもあってからのその言葉だったんで、うん、いやそれは、うん、まあすごい達成感もだし感動したし、うん、なんか王さんって本当に器の広いね、あの方なんだなとも思えたし、うん、もう本当に、まあ、今もね王さんの率いる中 の財団で野球教室とか一緒にさせてもらってますけど、はい、本当にもうなんか王さんについてきますってことです、うん、でもそういう言葉をかけてもらって
佐藤さんがまあでも頑張ったっていうのが一番じゃないですか。まあ頑張れたからね、よかったですよ。だからそのね、王さんもそうだし、うん、福浦さんもそうだし、高畑さんもそうだし、はい、まあ、山岡さんもボビーも、まあ、行動とか言葉とかで奥に支えてもらいましたけど、はい、でも最後はね、その人たちに、はい、まあ報い入れたかなと思いますよね、僕なりには、うん、そうですね。まあ、だから今後もし同じような立場になったら、今までされて嬉しかったことを、やっぱその僕が嬉しかったことを、やっぱそうやって掛け合っていけれるような、この言葉のボキャブラリーも持っておきたいし、器の広いように生きていきたいですね、うん、そういう言葉かけられる人間になりたいですね。なりたいですね。ちょっともうちょっと成長しなきゃいけないですね、はい、あー感動した